台風です。強力な台風が来ています。ジャン君は音に怯えています。はい、おかえり。ジャン君すごい音だね。ねえ、お家揺れるね。ジャン君家も風の影響でだいぶ小さい地震が長く続いているような状態があります。起きたかな。さすがにあの揺れで起きたかな。あ、風もすごい音してるね。ちょっと怖いね、ジャン君。ジャン君ビビリだもんね。ポンちゃん、神奈川県に竜巻が起こるかもしれないって言ってたんだけど、そしたらお家飛ばされちゃうかもよ、ちゃん、ポンちゃん。まだ上陸してないんだね、うん、そうだね。現在はまだ海の上が中心のようですね。そんな中ですね、コンピューターがハングアップしてしまいました。これは台風の影響は全くないです、たまたま OS がクラッシュしたようなので、今復旧作業をですねいろいろやっているんですが、このコンピューターのハードディス、OS、いわゆるシステムですねを見つけられなくなっちゃったようで、今、いろいろ明日の朝までかかるかな、一回寝てからにしようかな、外付けに OS を一回インストールできたりするといいんですけれども、再インストールじゃダメなんだよね。OS を入れる先っていうのが、あ、再インストールっていうことはこれ上書きだから危ないね。一旦OS を見に行くよね、きっと。これあ、外付けも、あ、外付けいるな。ここにインストールしちゃえ。お、なんとなく、一旦外付けにハード、あの、OS を入れてですね、そこから起動して、というのができるようだったら、コンピューターからですね大事な、データを逃がすことができます。今ちょっとですねそれができなくて困っていたので、なんとか明日の朝には台風がいなくなると同時に、治るといいな。明日、どうしてもコンピューターを立ち上げなければいけない用事があります。はい、台風うるさいんだよ。絵に描いたような台風の音です。家自体もだいぶ揺れています。明日の朝までどつでしょうか。予報ではあと 2,3 時間ぐらいで、暴風域を抜けるような感じですね。朝6時はもう完全に抜けてるようです。
今は1時半ですね。まあ、3時ぐらいまでかな。今のビフォーでポンちゃんも起きましたけど。みんな頑張ろう。結構ずっと目当ててるね。怖いですか？怖いね。若干怖いか。若干怖いね。ポンちゃん。ヤン君大丈夫よ。ずっと揺れてるからね。ヤン君。はい、ポンちゃんも。ポンちゃん、ピントが合いにくいから。青いところにピント合わせ。ポンちゃん。ポンちゃん、せっかく寝てたのに。もうちょっとの我慢だからね。ね。大変だね、ポンちゃん、ジャンプ。ジャンプ。はい。できた。ワンちゃん。ワンちゃんできたよ。ジャンくん。ジャンくん。外は青空になりました。見えるかな？めっちゃ暑いっす。こんな感じね。そしてジャンくんとポンちゃんを恐怖の夜を乗り越えて今日はまったりです。ワンちゃん。台風がすごかったね、昨日の夜はね。ガタガタね。お家で飛ぶかと思ったね。そして、近い頃お気に入りスミニャンの上です。ジャン君、気持ちいいですか？ポンちゃんがね、よくそこに乗ってたけど。まあ、では、ジャン君のもの。ジャン君、風車のここで甘えてます。ワンちゃん、甘えてんのかい。行ってます。姉ちゃん、ワンちゃん。ワンちゃん。ワン、はーい。ワンちゃん、おいで。ワンちゃん。ワンちゃん。できたな。はい、ワンちゃん、おいで。いいじゃん。あ、リカさん。あ、リカさん、リカさん、リカさん。あ、いいかな、姉さん。リカ、リカさん、ちゃん。かわいい子だね。はい、またしても。なんて言えばいいの？川の字じゃないよね。2本しかないもんね。はい、こんな感じでーす。はい。微妙に甘えるようになった、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。なんだか背中が丸くてアルマジロみたいだね、ジャン君。ねえ、こちらは。